これは外側には、社長さんがですね絞りを中心として展示をしてくれてます。私も本当にいいなと思ってたら何でもやるの、うん、やんだったらもう全部、うん、でエコツアとこのシネリクで最初に言ってたんだけど、うん、関係ねえだろ活力剤だもん、うん、そこで、うん、もう最初にやってさ、うん、目指すからやったらさ花の先も早いし、うん、うん、すごいですね保湿が、うん、普通の目先ね、うん、だから普通に販売してできるじゃないですか、うん、薬事とか何も聞かないし、うん、まあ何の問題になるんだね。大きさなんか出してて全然問題ない。うん、も初めて関さんが出してみてさ、犬さんだけじゃねえよ、関さんが出してんだと思ってさ、最近ね、オークションですよ。あ、インクさんのアドレスがちょっと ID じゃなかったんだ。あ、そうなんですか。わかんない。わかんないけど、王座に出してる人がいた。あの人は、なんだっけ、違うんですね。多分違うんだ。今ですね。日渡し様一生懸命王者の話をしてます王者をくれてると蚊が寄ってこないということで、この間私も遊びに行って夜までずっと外で2人で話してましたけど一匹も蚊に食われませんでしたね。あの王者ってすごいですね。蚊取り線香問題にならないですね。あ、どうぞ続けてください。まあ今日で展示会は終わりになるんですけどね、少しでもご覧になった皆さんに、いろんな花をですねこれから育てる際の参考にしていただければありがたいかなと思って動画にしてみました。